はい、もちもち TV のもちです。世間はアラフェスで、本当にアラフェスが終わった直後で本当盛り上がってると思うんですけど、まあアラフェスも結局アーカイブ配信が決まったということで、これで本当に僕も見られるということで、まあ本当に嬉しいんですけど、まあ今回の動画はそのアラフェスの話は一旦置いといて、ちょっとボヤージュの話をしたいと思います。まあ、ボヤージュの、まあ、16と17が配信されたと思うんですけど、まあ、特に、まあ、16ですね、16の大野津ダイアリー、大野くんの回ですね、大野くんに密着した回なんですけど、まあ、これがね本当にね良かった良かったっていう、もう語彙力のなさなんですけど、まあ本当に良かったですね。まあ今までのボヤージュ、まあ、全17回あったと思うんですけど、もう今回の17回も含めて一番良かったんじゃないかなって僕は思いました。まあその理由はですね、まあとりあえず大野くんにひたすら密着した感じなんですけど、まあやっぱり大野くんが嵐の中で一番口数が少ないので、一番なんか考えてることが、まあ、伝わりづらいということで、まあ今回大野くんの思ってることがこの大野津ダイアリーで結構伝わるんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ本当に思ってた以上に大野くんはやっぱ嵐のことを考えていましたね。なんかもしかしたら一番考えてるんじゃないかぐらい本当にすごい考えてましたね。まあとりあえず前半は大野くんの思い出の地とかを巡ってるんですけど、まあ前半でもいろいろな思い出話とか、もうジャニーさんの話とか、まあお母さんの話ですね、結構まあ母ちゃんってお母さんの話が結構出てきて、まあ本当にお母さん思いだなって、お母さん思いのいい子だなっていうのを感じました。でまあジャニーさんへの思いも結構ジャニーさんって出てきたんで、本当にその感謝の気持ちとかも伝わってたし、なんかジャニーさんのモノマネをしながら喋ってる感じの大野くんもまあ面白かったんですけど、まあジャニーさんの話をしてて、一番最後に死んでんじゃねえよ本当にバカっていうセリフに、なんか全てがこもってたんじゃないかなって思って、本当にジャニーさんへの尊敬とか愛情とか、まあ死んでんじゃねえよ本当にバカって言葉に本当全てこもってたんじゃないかなって思いましたね。で後半は結構嵐の他のメンバーも出てきて絡んでたんですけど、まずは相葉ちゃんの相葉ズダイアリーを大野くんが見て、まあ、そこで相葉ちゃんがリーダーは本当にすごいって言ってて、なんか全てを犠牲にして、なんか自分のやりたいこととかもいろいろ犠牲にしてなれるものがリーダーであって、俺にはできないって言ってて、本当に尊敬してるし感謝してるみたいなことを言ってて、まあ、それを見た大野くんも本当に嬉し泣きしてて、まあ、そこも感動したし、まあ、他には松潤と一緒にお酒を飲んで嵐のことについて語り合うっていう感じなんですけど、本当そこもあれは楽しかった、あれは楽しかったって言いながら本当に嵐愛を感じたし、で最後にまあ松潤ともう自然にこうやって抱き合ってて、あ、大野くんと松潤の仲もこれはこれでいいなっていう、なんか最終的には大野くんが松潤に結婚したいって言ってて、もう本当にこれぞ究極の愛だなって思いましたね。でニノの登場回数がちょっと少なかったかなって思ったんですけど、まあ大野くんとニノは本当誰しもが認める仲良しコンビじゃないですか。で、まあ、翔くんとの会話も出てきて、ほんと、そこでなんかびっくりしたのが、タバコを吸うシーンが出てきて、普通に大野くんと翔くんがタバコを吸ってて、なんか翔くんが大野くんと一緒にタバコを吸ってる時に、こうやって、ふーって煙がかからないようにしてあげてるのも、ちょっと気遣いを感じたんですけど、まあ、そういうところまで、まあ、映してるんだと思って、本当に、ボヤージュって、ガチだなって思いましたね。まあ、ガチだからこそ、その、全体が伝わってくるっていうのもあるんですけど、まあ最後に翔ちゃんと話し合えてよかったって、語り合えてよかったって大野くんも言ってたし、本当にトータルしてすごい嵐愛を感じたというか、大野くんの本当気持ちが伝わってきましたね。本当嵐愛とか嵐のリーダーとしての責任感とか、まあ本当いろんなものを感じた大野津ダイアリーでしたね。まあ動画の中で大野くんがまあ嵐のことしか考えてないって言ってて、まあ、大野くんはやっぱ寡黙で、ほんとクールな感じなんですけど、ほんと心は熱いなっていうのを感じましたね。まあ、今回、嵐の活動休止も、大野くんの発言が、もう活動休止のきっかけとなってるので、まあ、そこで、まあ、世間から大野くんが一番その何、嵐愛がないんじゃないかって言われることとかもあると思うんですけど、いや、全然そんなことはなくて、本当にうちに秘めた思いが、強い素敵なリーダーだなって思いましたね。なんか本当にこの後に、まあ、17回のボヤージュ17の
アラフェスのやりたいみたいな 回もあるんですけど、まあ、そこでも本当翔くんが本当アラフェスやりたいアラフェスやりたいって言ってて、アラフェスの思いも伝わ、もうアラフェスがすごいやりたいなっていう思いも伝わってきたし、本当松潤がもう本当みんな見れる形にしたい、だからネット配信にするから、まあネット配信だからまあみんな見れる形にはなるから、まあそこが唯一良かったって、本当アラフェスに対する思いを17回では語ってるんですけど、まあ16、17って連続してみたんですけど、まあ本当16のインパクトが強すぎて、本当17がちょっと霞んだというか、もう17も本当素晴らしいんですけど、とにかく皆さんに本当にこの大野津ダイアリー見てほしいなって思いました。まあネットフリックス有料なので、まあ結構見てない方もいると思うんですけど、まあ、本当にこの大野津ダイアリーは見る価値があると思うので、ぜひぜひ皆さんに見てほしいなって思いました。はい、以上、もちもち TV でした。